こんにちは、レンタステージ編集部3号です。公演グッズの新たな活用方法として今回マスキングテープを使ってオリジナルのキーホルダー作りに挑戦したいと思います。先日作り方を記事でもご紹介したのですが、せっかくなので2号に手伝ってもらって動画でも詳しく紹介していきたいと思います。何分ぐらいかかるのかっていうのが分かりやすいように時間を計っていきたいと思います。ではスタート。まず用意するのはこちら。全部100円ショップで揃えられるものなのですが、まずくるみボタン、これは私が買ったお店で一番大きい38ミリのものです。そして手芸紐、キューピン、瞬間接着剤、両面テープ、これは強力なものの方がいいと思います。そしてキーホルダーのストラップ、あとハサミと、そしてマスキングテープ。今回は100円ショップのものを使いますが、公演グッズで買ったものをご活用いただければと思います。まず最初にくるみボタンにマスキングテープを貼っていきます。上のこういう感じですね。上部と下部に分かれているので、まず上部の方に、はい、マスキングテープ貼っていくんですけど、ちょっとツルツルの面上にしてもらって、そこに3段、この38ミリだとだいたい3段分マスキングテープ貼れるので貼っていってほしいんですが、柄を見て、はい、はみ出るぐらいです。はみ出るぐらいで、多分ね、上下真ん中って貼っていった方が綺麗に隙間なく貼れると思うので。で、こんな感じに貼れたら、はい。そしたら、裏にこう、はみ出た部分は裏にこう、折り込んでいってる感じ。はい。表はね、しっかり密着させてね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ここはね、結構ね、丁寧にやる。力強くやっていけば、綺麗に仕上がると思うので。そうですね。こんな感じにできたら、もう一個、これ、2個を1個に合わせる感じになるので、これもう一個、もう作ります。そしたら今度はこれくるみボタンにしていくので、はい、この裏、下部のパーツ、そこです、それですね。それをはめ込んでいくので、それに、ゴムの方にはめて、上部を裏返しにして、はめて、これ固定ですね。そこに、下部をかぶせてください。この突起がある方を。そうですね。軽くでいいです。軽くでまっすぐで。そしたら、青いやつで、グイって。こっち向き。そうですね。グイってやると、綺麗にはまる。これでくるみボタンになるんですね。そう。これを2つ分。はい。はまりました。これで2つできたので、で、この後これをこう、くっつけるんですけど、さっきの突起部分が邪魔になるんで、はい、ちょっとハサミの柄の部分とかで、この突起部分ガッガッて。ガッガッ。そしたら潰れて、これで一回ちょっと合わせてみてください。これで多分綺麗にこう、ぶつかり合わずに、合わさるんで。で、これを、くっつけていくんですけど、はい、両面テープ、なんか裏返しにして、3段分こう、全面にこう広がるように。はみ出る。ちょっとはみ出るぐらい。あんまりはみ出ると、仕上げの時に、汚くなっちゃうんです。あ、ハサミ使っていいですよ。あ、いや、なんかね、縁をくっつけるんで、メイン。なんで、縁には引っかかるぐらい。オッケー、来たー。気持ちいい。そしたら、表のその上下をちょっと意識しながら、キューピン、キーホルダー、これ、ストラップをつけるところなので、それをつけていきます。そうですね。表を意識しながら、っていうところを、そうですね、意識して、で、そこに、キューがちょっとはみ出るぐらい、頭、丸いところがちょっとはみ出るぐらい、に、そう置いて、で、これで、くっつけます。で、一応、保険として、その、キューピンのところに接着剤だけ、はい、ちょっと、根元のところに。あとは、手芸紐を貼っていくんですけど、はい、この38ミリのやつと大体3本分なんですね。だから、好きな色を選んで。先にくるみボタンの端、その周りに、両面テープ貼ります。
それで剥がして刺激も貼っていくんですけど、はい、1本ずつ貼るよりまとめて一気に3本貼っちゃった方が貼りやすくて、なので綺麗にこう3本こう並べて指の間で綺麗にまとめて、で端っこからこうズズズって多分ね先端揃えた方が綺麗に。で端っこまで来たら余分な分は綺麗に揃えて切っちゃう。はい、はい、これで一応完成かな。で両面テープもし気になる部分がはみ出てる部分があればそこはなんか中に折り込んだり切ったりしてもらって、あとはこのストラップをつけてもらって、はい、これで素晴らしい。今回は初めて2号に作ってもらったんですけど、だいたい20分ぐらいで完成しました。慣れてくればもっと15分、10分ぐらいで作れるようになるんじゃないかなと思うので、ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。演劇やエンタステージに興味を持っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。 YouTube 以外にも本サイトの更新や Twitter、Instagram など SNS でも情報を発信しているので、ぜひチェックしてみてください。